はい、こんにちは、ササヤンです。本日もニュースをつついていきましょう。今日前半の題は石丸真二が激おこでして、自分の父へのインタビュー記事を見て親にとってストレスになる、もうそのマスコミの取材は受けないと絶縁宣言したのですが、でもそこまで切れる話じゃないんじゃってね、軽く突っ込んでいくお話と、後半はまたバイデンがやらかしまして絶対やってはいけない場面でまた人の名を間違えちゃって米国民が赤っ端って話をします。僕のしゃべりを聞いて目つけておくいいねと思った方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。それでは早速、まずは石丸氏の話題の方から。現代ビジネスより見出しがですね、石丸真二氏の実父が息子への批判に猛反論、悪いのはメディア、うちのは全員頭がいいんじゃけということで、本文を抜粋して読んでいきましょう。現職の小池氏が参戦を果たした東京都知事選で大方の予想を覆し2位と大健闘した石丸氏、大躍進を称える声の一方で、7日の開票速報番組での受け答えや冷笑的な態度には批判が相次いでいる。あの態度はね、僕もさすがにちょっとドン引きしましたかね。石丸支持派にとってはですね、あれを見てよ待ってました、石丸さんかっけーなんてね、そんな感じで称賛しておりましたが、僕の中では違和感ありあり。石丸さんはテレビの記者やアナウンサーと対峙したつもりなんでしょうけども、実際はカメラの向こう側のね、視聴者さんに石丸って青年が意味不明に機嫌が悪くてどうしちゃったのっていう風に映ってるので、一手先、いや十手先まで先を読むですね、石丸さんの戦略的な行動は一体どこに行ったのかってね、それが僕の感想です。正直非常にもったいなかったと。はい、で、11日にはテレビ朝日のグッドモーニングに出演、乃木坂46の元メンバーでもある斉藤千春アナによるインタビューで、同じ乃木坂の山崎とのやり取りについて振り返ったが、石丸氏は次のように持論を展開。真剣勝負でこう切ったら相手は竹刀も持っていなかったみたいな、ただあれはもう一遍あの場面にいても同じ風にやっちゃう、それは女子供に容赦するっていうのは優しさじゃないと思ってる、もうちょっと優しく言ってあげればよかったのかな、頭をポンポンってやってあげる感じが良かった、それも失礼ですよね、やっぱり失礼じゃないですか、相手もプロとしてあの場にいらっしゃるんだからって、この発言にネット上では耳を疑う、完全に見下してると批判の声が相次いでいた。あー、これね、僕もこのインタビューシーン見ましたけれども、頭をポンポンってこれさすがにないよね。石丸さんの支持者って結構変態が多いんじゃないかと。だって見ていて石丸さんって一貫してね、上から目線で言ってるじゃない。で、そういうサディスティックに共感する男たちと、そういうサディスティックに打たれたい M 女たちがですね、集まってね、エネルギーの塊と化しているんじゃないかと。ですから支持者には怒られるでしょうけどね、石丸さんは SM サロンを経営したらうまくいくと思いますので、こうした石丸氏のメディア対応に批判が殺到している現状についてどう思うか、また素顔の石丸氏はどんな人物なのか、秋田方市で農業をしている父親の守さんに電話で聞いた。ちょっと中間すっ飛ばしてインタビューの後半部分から。都知事選のスマの報告はありましたか？メールでやったよ、東京に行ってくるって、大健闘だと思います、この結果を称える声は少なくありません、2位だろうが3位だろうが選挙権がある人が入れて初めてなんだから、多ければ1位になるし、つまりよく頑張ったと思っていらっしゃるわけですよね。それは誰もそう思う。自分の子が悪いを言う人はおらん。親というものは挑戦することは良しとする。でもあんたらみたいに荒探しをする。良いところを期待と言いながら出てきたものは違う。お父様もメディアに対する不信感が強いのですね。そりゃそうよ。このあたりは親譲りかなってね、そう思ったんですけども、いや、実際、安芸高田市で息子と中国新聞がバトルしてる姿を何度も見てきているでしょうから、親御さんが息子と一緒にですね、メディアを不信があるのも分かるっちゃ分かる気がしますと。で、躍進を称賛する声がある一方で、開票速報番組での発言内容や態度に対する批判が相次いでいたが、自身のメディア対応について、石丸氏本人は11日に出演したテレビ朝日のグッドモーニングで内心おちょくってましたと明かした。って感じ。この辺やっぱりちょっとね、僕も普段はマスゴミマスゴミ言うてますが、先ほども言ったかもしれませんけども、目の前にいるテレビマンを冷笑するのはいいにしますね、そのテレビの向こう側に何百万人何千万人という視聴者がおりますもんで、 TPO を分けてやらないと。知れば知るほど石丸さんって不器用な人じゃねえのってね。出る杭を打つのはね、特に若い世代の出る杭を打つのは趣味じゃないんだけども、もうちょい人生の VSOP、 バイタリティ、スペシャリティ、オリジナリティ、パーソナリティ、この前のね、前半の3つはあると思うので、最後のパーソナリティの部分については変な角がたくさんあるんでね、石丸さんはね、もうちょい取っていただかないととっつきづらくて仕方がないと。で、メディア対応について批判的な声も少なくありません。お父様はどう見ましたか？本人に問うてみないとわからんよ。あんたらにいちいち言うことはないよ。悪いのは全てメディアですか？
メディアよ。全部かどうかわからないけど、メディアへの伝え方が悪いんよ。悪意がある質問の仕方しかせん。この間も日テレがインタビューしとるじゃない。最後になってどうでしたかって。それまで密着取材しよったんならわからんこともない。突然出てきて質問してもノーと。これもちょっとね。最初はそこまで有名人じゃなかったんだからね。そういうのは仕方がないと思いますけどもと。で、敵意には敵意を返す石丸氏のスタイルについて父親はどう思うのか。石丸慎二氏の実父は明かしたメディアへの本音では、引き続き石丸氏の父親の率直な思いを紹介していきます。おしまい。ということで、インタビューってそんなに難しいもんでしょうかねっていうのがね、僕の感想ですよ。なんか簡単にできることをわざわざ複雑化してるようで、ちょっと不思議なんですよね。で、まあ、それはちょっと横に置いたとしてもですね、今、石丸氏が X ですね、この記事を見て、高齢の両親に無遠慮な質問は完全に余計なストレスです。勝手に実会取材を試みたメディアについては、二度といかなる問い合わせにも応じませんって、激おこぷんぷん丸でございまして、この X には膨大なリプライっていうんでしょうかね、コメントが入っておりますが、で、そのほとんどがですね、メディアはひどいぜっていう内容なんですけれども、ただ僕は正直これだけ有名になってしまえばそれはそうなるだろうというふうに思いますし、無理に押しかけて突然取材をね試みたっていう、そういうことであればですね、僕は NG でもいいと思うんですけども、親にアポを取って取材をしたならばね、僕はセーフだと思いますし、逆に親へのインタビューもいちいち石丸さんに全部通さないといけないんでしょうか。その辺がちょっと僕よくわかんないのとね、あともう一つ、どっちかっていうとこっちの方がよりやばい感じがいたしますが、石丸慎二後援会組織を見るとですね、これ住所が秋田方氏の実家になっていて、しかもですね、会計責任者は石丸鈴江になってます。これ母親ですよ、石丸鈴江さんでね。つまり記者が取材に行った先は石丸さんの実家でもあるんだけれども、公に届け出ている後援会の事務所なんです。そこに石丸さんの人となりを尋ねる行為があったとしても、どれほど違法性があるんでしょうか。プライバシーをもし尊重したいのであれば、最初から後援会は実家に置かなきゃね、いいと僕思うんですけども、でもこういう情報を切り抜きたいですね、扱わないでしょ。それがね、なんとももやっとすんだけども、石丸さんももうちょい丸みを持っていかないと、政治家として今後厳しいのではと、老婆心ながらお伝えしました。さて、お次はバイデンが絶対にやってはいけない場面で、また人の名前を間違ったお話を、ブルームバーグより、見出しがですね、バイデン氏、選挙戦にとどまる意向を改めて表明、痛恨のミス連発も、ということで本文を抜粋して読んでいきましょう。大統領選で再選を目指すバイデン米大統領は11日、選挙戦にとどまる意向を改めて表明した。ワシントンで開催した NATO 首脳会議を無事終了させることで、同盟国の間に広がる不安を和らげようとしていたが、ミスを全く許されない状況にあって、バイデン氏はこともあろうに最も重要な盟友2人と最大の敵2人の名前を言い間違えるミスを犯した。そしてオンラインでは早速冷笑の対象となっていた。どうでもいいけど、米国の方でも冷笑って言葉があるんでしょうか。なんか今日本の国ってね、政治に関して冷笑してる空気感がね、結構広がってるじゃないですかってね。その冷笑の先頭に立ってるね、僕が言うのもなんですけども。ごめんなさいね。だからお前が言うなよ、お前よって言われちゃってればね、二つ返事で謝りますけども、米国もそんな感じの政治状況になってんでしょうか。米国政治に詳しい方いらっしゃったら、どんどんコメ欄にお寄せくださいと。で、本題に戻り、7月11日午前に開かれたイベントで、バイデン氏はウクライナのゼレンスキー大統領のことを紹介する際に、ロシアのプーチン大統領と言い間違え、参加者の間に緊張が走った。これを聞いた鈴木雅之が、違う、そうじゃないって言ったとかないとか、いや、言っててもおかしくないけど、これは絶対やってはあかんやつだし、昨年の暮れだったでしょうか。前も一回これで、ね、同じことやってますよね。ゼレンスキーをプーチンと言い間違えた大ボケミスをね、バイデンの左隣にですね、立っていたゼレンスキー本人がすげえ微妙な顔してましたけれども、本人のいる前でこんなミスおかしますかね。マジで認知症がヤバイデンで悪化してますと。でさらに大いに注目された NATO 首脳会議終了後の記者会見では、最初の質問に対しハリス副大統領とトランプ氏を言い間違える場面があった。もう A しか出ない。この短時間で2回もミスをするとは、もしこれがパチンコパチスロだったらですね、核変モードに突入してますと。で、バイデン氏はその中で大統領になる適格性があると考えれば、トランプ副大統領を副大統領候補には選ばなかっただろうとし、ハリスというべきところでトランプの名前を挙げた。この会見を見たトランプは自身の SNS でですね、イカ様のジョーは大一番で、ハリスに副大統領の資格がないから彼はトランプを副大統領と言ったんだ。よくやった。
ったジョーってね、褒め殺しをやってました。ちょっともうどうにもならない。完全にバイデン大統領が笑いの対象になりつつありますと。で、バイデン氏は11月の大統領選でトランプ氏ではなく自分に投票するよう米有権者に訴えるため、スタミナや巧みな答弁の能力を立証する意図があった。視聴者がバイデン氏の一言一句に耳を傾ける状況によって、記者会見での同氏のパフォーマンスは先月の討論会後に台頭してきた民主党内の混乱を緩和するのに不十分であったことが伺われる。記者会見終了後、まもなく少なくとも3人の民主党下院議員がバイデン氏に選挙戦撤退を求める議員のリストに加わった。その中には情報特別委員会の民主党トップであるハイムズ筆頭理事も含まれる。いやー、しかしここ1ヶ月の間ずっとこの調子ですからね。そのうちアメリカにも万事休すによく似た言葉、バイデン休すって言葉がね、流行っていくんじゃなかろうかと思いますが、ってくだらない冗談は横に置き、NATO 加盟国代表団の一人は、バイデン氏の記者会見後、ワシントンでの首脳会談は総じて3カ国から称賛があったとしつつも、バイデンが現在陥っている危機を乗り切ることはできないと明らかにした。バイデンの選挙陣営の担当者は11日のパフォーマンスについて、再選に警戒感を示している民主党議員を納得させるという見方を示した。つまりバイデンおろしがここから加速していくって、そういうことを言いたいんでしょうねと。で、バイデン氏に選挙戦にとどまってほしいと望むトランプ氏にとって、バイデンを嘲笑するに十分な材料があった一方、同氏の撤退につながるような壊滅的な場面はなかった。民主党候補者がバイデン以外の人物に差し替えられれば、トランプ氏が食い込んでいた若者層やマイノリティの有権者が一部剥落する可能性がある。まあトランプ側はそう言うでしょうね。バイデンが候補の限り負ける要素がほとんどないんでね。逆に若い人に変わっちゃったらそこから仕切り直しになるので、パリッとした候補者が出てきたらワンチャントランプ負ける可能性もありますよ。ですから最後までこれやってみないと、今年の大統領選についてはゴリ夢中になってきましたと。で、民主党の大統領候補者として自分が最も適任者だとし、最後までやり抜かねばならないと語ったバイデン氏だったが、トランプ氏を破ることができそうな人々が他にもいるとも初めて認めた。え、そうなの？そんなこと言ったのかと。立候補に引き続きコミットしているとしつつも、自分に勝ち目がないと言われれば再考するかもしれないと述べた。そんな言い訳でどうすんだよ、ジョー、立て、立つんだジョーって。これは明日のジョーのセリフじゃねえか。ギャグが古くて申し訳ないと。で、バイデン氏はまた NATO 首脳会議が成功だったとする各国指導者の称賛に言及し、一円の言い間違いは大した問題ではないとの認識を示した。いやー、もう慣れちゃったんだよ。前の首脳は内心みんなこんなボケてて大丈夫かって思ってるかと思いますがと。で、米ニューヨークタイムズはバイデン氏の長年の側近や顧問が選挙戦からの撤退を説得する方法について協議していると報道。ニューヨークタイムズはバイデン氏の選挙陣営がハリス氏とトランプ氏の対決を想定した有権者調査を依頼したとも伝えた。あー、なるほど、そういうことね。これは世論調査を使ってバイデン氏を退任させるという計り事なんでしょうね。この話は後ほどに一旦記事に戻りますと。で、バイデン陣営の広報担当は同氏の指示でチームが引き続き結束していると主張するが、バイデン氏の撤退を求める民主党議員や献金者、ストラテジストにバイデン氏の側近が加っている可能性を示すこうした兆候は最終的な打撃となる可能性も考えられる。おしまいということで、この記事長文につきところどころすっ飛ばしております。全文知りたい方は概要欄からご覧くださいと。で、最後のくだりにあった通り、今までバイデンの側近だったストラテジストや大口の献金者がバイデン卸しに加わり出して、いよいよ交代するかもっていう流れが起きつつあります。そして何よりも、これはちょっとまずかったんだろうなっていうのがですね、最近ちょっとありまして、ほんの前まで、バイデンはですね、認知症の疑いなどなく医者に見てもらったことはないとね、ずっとこれバイデンの側近が言ってきたのに、ほんの数日前に実は1月に精神科に見てもらっていたと。そんな話をですね、バイデンの広報官が公式に認めてしまいまして、ほーらやっぱりそうじゃんかっていうことで、バイデンの側近たちは何か都合の悪いことを隠してんだろうってね、そんな感じで民主党内が実は疑心暗鬼に陥ってるんですよね。ですから8月の正式候補者が決定するまでもう一波乱か二波乱くらいでありそうな予感がします。あと記事読みの最中にですね、気になった点について少し触れておきましょうか。何がどう気になったのかっていうとですね、そこをもう一度読み上げますと、米ニューヨークタイムズは
バイデン氏の長年の側近や顧問が選挙戦から撤退を説得する方法について協議していると報道。ニューヨークタイムズはバイデン氏の選挙陣営がハリス氏とトランプ氏の対決を想定した有権者調査を依頼したとも伝えたということで、この部分ね、一見するとどうでもいいこと書いてますけども、結構これが危なっかしくてですね、結論から先に言うと、バイデン陣営の一部が謀反を起こし、ニュースを使ってね、新聞社を使って情報操作、世論誘導を仕掛けているのではなかろうかというふうに僕には見えます。もう少し具体的に説明すると、バイデン陣営の中にですね、バイデンはもう無理だろうという一派がニューヨークタイムズに世論調査をけしかけて、そこで現副大統領のカマラ・ハリスとトランプ、どっちが大統領にふさわしいかという内容で世論調査を大々的にやってですね、バイデンよりも数字が良かったとしたらばですね、例えばですね、ハリス対トランプが48対59なんて数字が出ようものなら、一気に世論の空気も変わって、ハリス行け、バイデンやめろって、そんな空気になっていくかもしれません。だって先日やった CNN の討論会、その後の CNN の調査ではですね、33対67でもうダブルスコアでトランプが圧勝していましたからね、逆に言えばそれより悪い数字など出ようはずがありませんし、僅差の数字で勝負になるならワンチャン狙えるってことになりましょう。そういう意味では今後出てくるニューヨークタイムズの世論調査というのは、かなり民主党の戦略的背景をまとった世論調査になると思います。信じるか信じないかはあなた次第ですっていう感じなんですけれども、この予想が当たるかどうかは今月下旬にはですね、こういった調査が出るだろうと思いますね。そこまで皆さんこうご期待ということで、今日も話が長くなりましたので、これくらいにして最後はほっこりだけで締めたいと思います。バイデン2連続でボケるとかけまして、自らピンチを招くと解きます。その心はボケ2を掘るいや最近なんか豪雨になったり灼熱になったり、天候が目まぐるしいです。そろそろ海の季節だという、こんな天候じゃ海の人でもどうなることやらってね、またどうでもいいこと、いやどうでもよくはないか、そんなことをちょこちょこと心配しておりますけれども、本日も面白かったためになっておりますね。チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ササヤンでした。